皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は志望高校を決める基準についてお話しします。多くの生徒の皆さん、保護者の方、お子さんのまたは本人の中学校の成績を基準にしてどこを受験するかという志望高校を決める傾向があります。まあそれもどこを受験するか決める一つの方法ですが、でも言い換えると自分の学力レベルに合った学校を選ぶということは、合格できる安全高校を選んでる、こう言いますよね。つまりあまり努力しなくても入れる高校に入ればいいや、とこう思ってる人やはりいると思うんですよ。でもちょっと待ってくださいね。高校選びって高校の入り口だけを見ていませんか？高校を卒業した後、つまり志望高校選びっていうのはその後の進路、高校を卒業した後どうするかという、そこを見つめないで受験高校を選ぶと、これはやはり危険だと思います。ですからぜひその後の進路決定に関わるので、もうちょっと深く考えて志望高校を選んでほしい、こう思っていますね。じゃあ志望高校の選び方どうしたらいいかというのは、一番いいのはやはり実際に高校を見に行ってどんな高校かというのを感じることです。高校を見に行く機会いっぱいありますよね。一日体験入学、学校説明会、文化祭などに参加する、まあ個別相談会、これは必ずやっているのでそれに参加するのもいいと思います。そして複数の学校、いくつかの学校を見て説明を聞いていると、それぞれの学校の特徴が分かってきますよね。そうすることでね、受験する人は自分の高校生活、どんな高校生活を送るかっていうのがイメージできてきて、入学したい高校、これを絞り込むことができるんですね。ですから実際に高校に入ってからどうするか、また高校を卒業したらどうするかというところまで知って、ぜひ志望高校を選んでほしいと、私はこう思っています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。